コットが言ってた湖は多分ベスペル湖のことなんだけど、モニカたちが調べてみたら湖に続く道を帝国が封鎖してたって。行くならちゃんと準備してね。もう出発しても大丈夫？行くならちゃんと準備してね。もう出発しても大丈夫？エリス、ちょっと外してくれねえか。え？うん。じゃあ中にいるから。さて、船の手伝いはお前らだけでやれんだろう。あ、何それ。ちと出かけてこようと思ってる。分かったよ。どうせもう決めてたんだろ。話が早くて助かるぜ。じゃあまたな。滝の洞窟はこの辺りだったな。ここから北の方って言ってたっけ。帝国軍がいるかもしれない。油断はするなよ。あれ、ねえ、封鎖されてた？止められはしなかったな。わざわざ開けて待っていたかのようだった。なんかこういう時ってあの人出てきそう。帝国の宰相か。案内してくれんなら別にいいけど。気を許していい相手ではない。しかしこんな状況ならコル将軍に手助けを頼みたいところだが。そういえば見ないね。忙しいのかな。メルダシオに王の墓所捜索を頼む代わりに難しい退治依頼を引き受けているそうだ。相変わらず働き者だな。じゃダメか。
や。上着を着た方がいいんじゃないか。風邪をひくなよ。いや、この先に用事？現れた。帝国軍がいるから一緒に行こう。何？大丈夫、話し通してあげるから。はい、出発。俺からあんまり離れない方がいいよ。帝国兵と無駄に戦いたくないでしょ。今3人しかいないみたいだしさ。あれ、静かだね。話すことは特にない。そうだ、この先は古代遺跡だけど、君たちの目的はミスリル？話す前に分かっちゃってるし。いやさ、ミスリルは貴重な鉱石でしょ。だから封鎖もしてたし、帝国軍がいるわけで、それを分けてくれんのかよ。分けないよ。そういうとこケチだし。自分で採掘するならいいんじゃないかと思ってさ。ちょっとそこで待ってて。何するつもりなんだろう。わかんねえ。いいってさ、どうぞ。ここ軍の管理下でさ、自由行動は厳しいみたいなんだよね。なんであの人と一緒に行ってくれる？うまいこと話はしといたから。そうそう、俺最小なんだけどさ、知ってるよ。最小って軍とは関係ないんだよね。え、実は彼らに命令できないの知ってた？まあ友達多いからうまくやってんだけどね。君たちが入隊希望者で訓練を受けに来た子たちだって。ルシスの王子一行でしょ。はい。おい。まあ私は気ままな傭兵みたいなもんでね。それにあんたたちの正体も知らない。もう準備できてんの？え、ここで何かやるんだろ。監視ついでに手伝ってやるから。中は手ごわいのばっかりだよ。じゃ仲良くやって、アラネア巡章よろしくね。この遺跡、日があるうちは入れないよ。中を探るなら夜を待つしかないね。じゃあ行ってくる。気をつけて。じゃあ行ってくる。お嬢、行ってらっしゃい。ここ何の場所だったのかな。イグニス知ってる？いや。住んでた人はどうなっちゃったんだろう。中に入って探してみなよ。見てあれ、なんか光ってんだ。入り口か。絶対入り口でしょ。そうね。ほーら、やっぱり絶対怪しかったからね。なんかあると思ったよ。入り口あるって言わなかった？行きますか。珍しく前向きだな。外にいた二人は仲間？かなり慕われているようだったな。ああ、ビグスとウェッジ。仲間っていうか部下だけど、信頼できる形だよ。どこまで続くのこの階段。もう随分下ったな。やっと終わり見えてきた。住んでた人大変だったろうね。
あれ、なんで明かりついてんの？まだ誰かいるのかな？まさか。歓迎は期待できないね。用心しておいた方がいい。待ち伏せされてるってこと？かもな。ちょっと帰りたくなってきた。こっちは何かあるかな。だいぶ風化が進んでるな。部屋多いな。一人で先行くなよ。戦闘は慎重に。グラビア封じまった。やるじゃないか。泳いでる。わけわかんねえな。ここは水の中なのか。俺息苦しくなってきたよ。映画みたいだな。グラディオも来たらよかったのに。興味なさそうじゃねえ。案外感動するかもしれない。奥に進めそうだ。ここなんか気になる。どうした？こっちって言ったっけ？見落としたか。確証ないけど。死骸とは腐れ縁だわ。どういうことだ？軍とこいつらはまあ深い関わりでね。
帝国軍はここで何を？標本集め。最近はそんなんばっかよ。何の標本？死骸。死骸と関わりってさ、どんな？さて、なんでしょう。え、答え当ててく形式？やるぞ。まあな。やるじゃないか。こいつらはね、兵器になるんだ。え？あんたたちも見たことあるはずだよ。最近の帝国ってのはどっかおかしくてね。ずっとおかしいだろ。だよね。やめようかと思ってさ。ねえ、軍辞めたらどうするの？私はもともと傭兵だからね。部下連れて死骸相手に仕事かな。へえ、すごいね。帝国がおかしいというのはどういう意味なんだ？皇帝も新しい将軍も意識バラバラ。最初もあんな感じでしょ。付き合ってらんないわ。崩れないよね、そう簡単に。え、どこが崩れたの？その調子だ、ノクト。あ？なんかさ、あ？すっごい宝物ありそうだよね。そんな気するよな。素材を探しに来たんだぞ。とどめ。
終わった。じゃあ先に進むよ。